チームスプリント1・2決定戦ホームスタンバイ熊本九州学院です。出走メンバー入江光太、伊藤朝日、松本秀之助。バック側スタンバイ地元静岡星稜、スタンバイ阿部俊、渡辺正也、長田龍拳です。さあ、チームスプリント 1・2 決定戦がスタートです。ホームスタート九州学院は1分3秒台の時計を、しかしながら九州学院2走3走が離れた、さあそして星稜高校もともに大会新記録の1分4秒202を出しましたが、さあここは1番時計2番時計でいきますと九州学院アドバンテージあったかと思われましたが、2走3走がちょっと離れた、さあこのあたりしかしながら九州学院の方がスプリットは早いタイムで2走へつないでいる。さあ星稜はチームワークぴったりと合わせまして1走2走3走は最初から整った状態で1周を終え、2周目2走へとつないでいったが、さあどうだ、残り1周になる。3走に全て託される。現在リードは九州学院、九州学院のリードは1秒程度、さあそしてフィニッシュに向かっていくところ、さあ地元静岡星稜大きな声援、さあそして松本秀之助と長田龍拳の戦いともいえる。さあこの辺りコンマ9秒1秒差はない、まもなくフィニッシュに向かっていくところ、さあ時計は1分を今回ってきたが、時計どうだ、1分3秒台でこれも来た、1分そして地元静岡星稜高校1分4秒461、こちらも1分4秒台、1分4秒461ですね、フィニッシュとなりました。さあ序盤からもうとにかくこのスピードに3人で乗っていくと言わんばかりのそんな走りを見せました九州学院。昨日も1分3秒台ということで素晴らしい時計とご案内しましたが、さらにさらにそれをコンマ6秒上回る1分3秒332、大会新記録でこのチームスプリントを制しました。